皆さん、こんにちは。しのたんです。はい、今回はですね、前にコメント欄でどこでトレンドの情報を仕入れてるのか知りたいっていうコメントがあって、それに結構こういいねボタンとかもついてたりして、あんまり話したことがなかったと思うので、確かになと思って、今日はそれをね皆さんに共有しようかなって思います。ただこれは私なりの情報の仕入れ方であったりとか、本当にもっともっと追求していけばいろんなね仕入れ方があると思うし、もっと正確なトレンドの情報とかもあると思うんですけど、今回はあくまでも私がトレンドなどの情報をどうやって収集しているのかっていう紹介をしていこうかなと思います。なので本当参考程度に見ていただけたらと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していこうと思うんですけど、いくつか私の中でも思いつくのがあるんですけど、まあ、まずねベースとなる大まかなファッションの情報を取り入れてるところとしては、やっぱりインスタグラムですね。暇さえあればインスタパッて開いちゃって、本当依存レベルで結構見たりしてるんですけど、世界中の方々の投稿見れるじゃないですか。で、私普段から結構海外系のファッションが好きでよく見たりとかしてて、そういう情報を取り入れるときに、やっぱり本場の方というか海外の方の着こなしを見るのが一番早いと思うし、海外のインフルエンサーの方だったりとかっていうのを主に見てますね。もちろんそういったインフルエンサーの方も見ますし、そういう方たちっていうのかなのファッションをまとめたアカウントとかもあって、それもねすごくおすすめなんですよ。今回私それちょっと紹介しようかなと思うんですけど、ちなみにね、私インスタでファッション専用のアカウントっていうか、本垢は、まあ、友達とか知り合いの方とか、私だったらみんなとの交流をするために本垢っていうのがあって、でそれとは別にファッションを見る専のアカウントっていうんですかね、とりあえずフォローだけしたいなと思って、それ専用に作ったアカウントとかもあります。やっぱりそういう専門のやつを作ると、おすすめとかにも同じような投稿が載ってきたりとかするので、いろいろとこう探っていけるっていうか、いろんなのが見やすいかなと思うので、そういうのも結構ねおすすめです。まずこれですね、モードブログって読むのかな、モデブログ、ちょっと読み方が、ね、あやふやなんですけど、このアカウントはねすごくやっぱり参考になります。なんだろうな、こうトレンドって言ってもファッションの最先端のところで動いてるトレンドと、街中で本当に着られてるようなトレンドっていうのもあると思ってて、やっぱりトップでこれがトレンドになりますとか言われてるのってちょっと挑戦しづらかったりとか、それをもっとストリートで着れるようなものに落とし込んだやつの方が自分たちも見てる参考になったりとかすると思うので、そういう面ではこのアカウント本当にいいなって思ってて、街中で撮られたような写真をバーって本当まとめてくれてるみたいなアカウントです。ほぼ毎日更新されてるんじゃないかな、毎日 1,2 投稿ぐらいはされてるかなという気もするんですけど、結構まあいろんなジャンルが載ってたりとか、同じようなコーディネートでもそれぞれの人で着こなしが全然違うと思うので、それをこう3つ並べたりとかしてっていうのもあるし、このアカウントはめちゃくちゃおすすめです。たまにタグ付けしてくれてる投稿もあって、だからこの人の着こなし可愛いなって思ったら、もしタグ付けしてあればそこから飛んでその人のページ見ることもできたりとかするし、本当もう1回見出すと止まらないのでちょっと注意かもしれないんですけど、そういった感じで気になるやつを保存したりとかっていう風に使ってます。あとはこのミニマルストリートスタイルっていうアカウントもすごい可愛くておすすめで、これはどっちかっていうと何でしょう、この全体的な雰囲気、もちろんコーディネートもそうなんですけど、全体的な雰囲気がすごい可愛いので、その参考にもなったりとかすると思うし、このアカウントもいろんな方のファッションがバーって載ってるので、タグ付けとかもしてあったりするので、気になった方飛んでみたりとかっていう風に使ったりもしてますかね。あとこれストリートレンズっていうアカウントがあるんですけど、これはなんかファッションウィークとかのストリートスナップが結構バーって載ってるやつで、だからすごくこう最先端なファッションがいろんな着こなしが見れたりとかして、これもねすごく面白いんですよ見てて。まあ私は主にインスタでこういうアカウントを見たりとか、これは本当もう海外に振り切ったようなトレンドなんですけど、日本のトレンドとかだったら結構ファッションに敏感なインフルエンサーさんとかを見てると、最近みんなこのアイテム持ってるなとか、そういう共通のものとかを見つけていって、あこれがじゃあ流行ってるのかなとか、なんかまあそんな感じでトレンド情報は追ったりしてるかなという感じです。で次がですね、雑誌なんですけど、私雑誌は B マガジンに入ってて、いろんなものが見れるので、 Vivi だったりとか、ジェリーとか、 L ジャパンとか、 Vogue ジャパンとか、そういう雑誌も結構見たりするかな。雑誌は昔からトレンドを仕入れるためにはすごく便利なものだと思うので、そういうのとかでも電車乗ってる間とかにちょっとチラチラ見たりとか、暇時間に見たりとかっていう風に使っているかな。で今話にも出た Vogue とか L とかなんですけど、結構サイトもいろ
ろんな情報が載ってたりとかして、より詳しく綺麗にまとめてあるのですごい見やすかったりするんですけど、私はそういうのでも見たりとかしてます。ただ私はどちらかというと文章で書いてあるものとかよりもパッて写真で見えた方がなんか飽きなくって、昔から読書がすごい苦手で文字を読むっていうのがめちゃくちゃ苦手なタイプなんですよ。だから学生の頃とかね、朝の読書の時間とかありましたけど、ああいうのとかも私本当全然集中できなくって、読んでるふりしてただただ時間過ごすの待つとかやってたタイプなんですけどそうだからなんかこう、もちろんたまに気になるトピックがあったりとかすればそれについて詳しく見たりとかするんですけど、そうじゃなくってこのサイトでもスナップ写真、ストリートスナップっていうのがあるので、そういうのを見たりとかしてます。結構私は L 派かな、そのストリートスナップは。わかりやすく、しかもたくさんバーって載せてくれてたりするので、そういうのを見たりとか、にもあるかもしれないですけど、Vogueの方はそれぞれのブランドのそのシーズンのコレクションみたいなのがブワーってブランド別に見えたりとかするので、気になるブランドをタップすればそのコレクションが写真でブワーって見えるので、そういうのも見たりとかしてます。まあ、あとは普通になんかネットで、例えば今だったら2022年春夏秋冬とかどんなのが流行るのかなっていうのをそのまま検索したりもします。2022年春夏トレンドみたいな感じでド直球に検索して、そういう記事とか出てきたらそれ読んだりとかっていうのもしてますかね。で、次がですね、ピンタレストでございます。私ピンタレストめちゃくちゃ使ってるんですよ。マジで入れてない方はぜひ入れてほしいんですけど、ピンタレストってこれもね、見ると止まらなくて危険なんですけど、インスタよりももっともっと自分の好みのものをバン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 で出してくれる感じ、よりこのファッションについてとかこのアイテムについて着こなしが見たいとか、なんかそういう時にすごく便利なアプリです。あ、で、そう、ピンタレストのおすすめの検索方法も知りたいですみたいな感じで質問来ることもあるんですけど、私もこれに関してはぶっちゃけこのキーワードで検索すればめちゃくちゃタイプなものが出てくるっていうのが未だにちょっとつかめてはいないんですが、でも一個見つけちゃえば AI が勝手にそれに似たような投稿だったりとか、その検索した人がこういうのが好きなのかなっていうのを勝手に判断してくれて、そういう写真ばっかりをこうおすすめに上げてくれるんですよ。どん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 と自分の好みじゃないものはあまり入ってこないような気がするので、だから使っていけば使っていくたびに自分の好みに染まりやすいと思います。なので見てて本当楽しいと思います。だからおすすめの欄から見たりとかすることが多いので、あんまり検索っていう感じではしなかったりするんですよね。私いつも系統なんですかっていう風に聞かれるんですけど、自分でもあんま分かんなくてでもピンタレストはね、どっちかっていうと海外系の写真も多かったりするので、海外ファッションが好きな方とかにもすごくおすすめなんですけど、最近は結構グランジファッションとか気になるかな、グランジファッションみたいな感じで調べたら結構私がタイプな感じのファッションができたりするんですよね。だからまあここから気になるものを画像を飛んで、そこからどんどん派生して見ていってたりとか、でこれもピンをつけれるので、自分のお気に入りのやつとかはそういうピンをつけて保存しといて後から見返したりとか、カテゴリーとかでもね分けられるので、そんな感じでやったりとかで、私はあとファッションの収集だけじゃなくって自分のブランドをやらせていただいているので、撮影のイメージカットのリファレンスみたいなのを集めたりとかっていう風にも使ってます。あとはなんかレイアウトだったりとかグラフィックデザインとかっていうのも結構出てくるので、そういうのも集めたりとか、あとは髪の毛のカラーとかも見たりとかしたりするし、今私は普通に自分でネイルしてるんですけど、ネイルとかも全然見れると思うし、ほんとインスタみたいな感じかな。でもインスタよりももっともっと自分の好みに合ったような画像が出てきやすいと思うので、検索もしやすかったりとか、あ、私一番最初あれかな、ヘイリーの再現コーデをしたい時に使った気がするので、一番最初多分ヘイリーリーバーアウトフィッツみたいな感じで調べた気がします。でそっからどん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 派生していって、今の自分のタイムラインができていったっていうかな感じかな。なので海外系のファッション好きな方は一回ぜひヘイリーリーバーアウトフィッツで調べてみてくださいそこからどんどん見ていけば自分の好みのやつが見つかると思います。だからこれちょっとトレンドって言っていいのか分かんないですけど、まあでもこういうのでファッションの情報を仕入れたりとかしております。まあ主に大体はこんな感じで調べたりとかしてるんですけども、あとは服屋さんを見てるかな。買い物兼情報収集みたいな感じで私は見てるんですけど、普段私もオンラインがすごく多くて、オンラインで自分の好きなブランドとかバーって見てたりとかすると、何ブランドか見てると、そういえばここのブランドでもこういうアイテムあったな、あ、ここでもあるじゃん、あ、
これもあるじゃんみたいな感じで、あ、じゃあこれが流行るのかなみたいなのとか、こういうカラーが多いんだ、こういう形が多いんだとかっていうのも頭に入ってきたりとかっていうのもあると思うので、もちろんオンラインだけじゃなくても実際自分で足を運んで店舗に行ってもいいと思うし、だからショッピング兼そういう情報も本当頭の片隅にちょっと入れるかなぐらいで、いろいろと知れたりはしてるかなという感じでございます。はい、ということで結構喋ってしまいましたが、どうだったかな、ちょっと分かりづらかったところもあったと思うんですが、普段私はこんな感じでファッションのトレンドだったりとかアイデアをいただいております。で、まあさっきも言ったように私自分のブランドやっているので、そういうところで得た情報とかをちょっとこう組み合わせたりとかして、軽くデザインこういうの描いてみたりとかっていう風にいつもやっております。だからほんとね、なんだろう、こうよし勉強するぞって言って見る時ももちろんあるんですけど、そうじゃなくて普段から結構見るのが好きなので、そういうのをちょこ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 自分の中でこうインプットされていってっていう方が多い気がしますね。まあでも本当にそれは好きじゃないとできないことだったりとかもすると思うので、普段からそういうのをあんまり見ないよっていう方は検索したりとかして見るのがいいかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで私のファッションのトレンドの情報の仕入れ方を皆さんに共有してみました。最初にも言いましたけど、あくまでも自分なりの私なりの方法なので、もっともっといい方法があるかもしれないし、それぞれに合った情報の仕入れ方とかもあると思うので、本当参考程度にしていただけたらと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。